ヒカルゲンジのお母さんのキリツボの行為な。キリツボ亭からえらい愛されとって、まあヒカルゲンジを産んだんやけんども、あまり身分が高うなかったさかいにな。他の後期におった姫さんらにえらい嫌がらせ受けて、ヒカルゲンジが3歳の時に体を悪うして里帰りしたんやけど、元気にならずにそのまま呑なってしもうたんやって。 大好きやったキリツボの恋が死んでもてな、キリツボ亭はえらい悲しんだんやって。ほんで、ひかる玄師はお母さんのおなったいにな、もに服すためにおばあさんのおるところに行ったんやって。キリツボの恋のお母さん、北の方はえらい悲しんでな、なんで帝のおそばに娘あげたんやろう、言うて、 えららいい後悔したらしたわ。そんな北の方のとこに湯芸の妙夫いう人が立母艇からのお手紙持って現れたんやけんのもお手紙の中には光源氏と北の方一緒に宮中に来おへんかー言うて書いてあったんやってそやけど光源氏は戻りたいみたいやけど自分は行きません言うてお返事したらしいわ。 ヒカルゲンジが七歳の時にな、踏み始めいう儀式が行われたんやけども、ヒカルゲンジを勉強始めたら、えらいな、優秀やったらしくて、勉強だけやのうて、音楽もようできはるゆうてな、その出来の良さは気味悪いぐらいやったらしいわ。ほんでまあ、耳もよろしい境にな、お母さんなくしたかわいそうやな子やいうことで、いろんな妃たちにかわいがられとったんやって。 キリツボ帝がちょっと占い師に光る源氏のことをうろのてもらったらな帝王のそうあるけんどもそうなると憂慮すべき乱れが生じるせやけど朝廷の補佐役いうそうでもないなあいう謎かけみたいなこと言われたんやってその占いの結果聞いてな進化として源氏優うを与えることにしたんやってキリツボ帝は キリツボの行為のことが忘れられへんで、ずーっと落ち込んとったんやって。そんな中に、キリツボの行為に似たお姫さんおるよ、いう話聞いてな。そのお姫さん、宮中に来させへんか、言うてお手紙書いたんやけどな。そのお姫さんのお母さんが、さっきの帝のお妃さんやってな。ご貴殿の女吾のために、キリツボの行為が、 命落としてしもうたのを不吉やー言うて自分の娘あげたないー言うて思っとったんやけどそのお母さんが脳なってしもうてな周りの人たちはこれはもう帝のおそばにあげた方がええわーいうことで宮中に上がってきたんが藤坪の宮この藤坪の宮な見た目が桐壺坪の行為にそっくりで キリツボテはすっかり夢中になってしもたんやって。